100種類以上の顔を作りました。CG に頼らず手作りで作品を作り続けています。で今パルタでやってるようなことそっくりなことは実は CG でできるかもしれないんですけれども、そっくり並べてみるとまだ違いがあるので、どこまでアナログでやっていけるのかなっていう僕の中の常に葛藤はありますね。まあおそらくアナログでやってる人もデジタルでやってる人もどこまでデジタルでやるのを表現するか、どこまでアナログが表現するのかっていうのはみんな今の時代、葛藤があると思うんですけれども、それは僕も世の中全体が今どうしようかって悩みながら世の中進んでるんじゃないかなというふうに思います。こうして合田さんは番組のために5秒ほどのアニメーションを作ってくれました。ああいう風にして作ってるんですね、うん、これパルタ顔がこうやって撮れる。それで変えるんだね、うん、でね、こうやって腕もやっぱりちゃんと動くし、すごいですね、ちゃんといろんなところが固定されるんだね、ちゃんとね、うん、一コマずつ撮るためにね、ポーズ撮れるようになってて、で後ろ映らないところはこうやって開いてる、すごい面白い、実はこれは1枚のこれ画像ですよね、うん、で次のコマに行くとこのように止まってる画像が見えますけども、これを連続的に表示することによって動いた動いた、うん、このように手と口が動いて見えますよね、うん、さっきのボールと一緒ですよね。そうですね、うん、その連続的に表示するっていうのはさっきのボールと同じ原理なわけですね。テレビは1秒間に30コマの画像を表示してるんです。ですから、このように30フレームで1秒ではありますので 30fps 30フレームパーセコンドというんですね。このロボットパルタの場合は一つの画像を2コマずつ撮影しているんですよ。だから1秒間に15枚の、画像でできてるんですね。半分ってことですね、だからちょっとテレビの普通の画面よりもぎこちなさが残ってますよね。そうですよね、確かに。またそれがちょっと可愛いですよね。そうですね、味になってますね。なるほどね。最初のテーマ、アニメーションの仕組みでした。2つ目のテーマは簡単アニメを作ってみようです、はい、アニメ制作をする場合は画像が動く原理は先ほどのアニメーションと同じなんですが、はい、あのように一コマずつ撮影するのはものすごく大変ですよね。ですよね、時間もかかるしね。そうですね、ところが今ではコンピューターを使うことによってある程度自動的に書いてくれる、そういったものがあるんですね。ちょっとこちらを見てみてください、はい、これは猫の1枚の画像ですが、これにですね2枚の画像を組み合わせて見てみると、笑って見えますよね。これは2枚の画像を組み合わせただけなんですね。たった2枚なんだもん、うん、今度はこれはほら、このように、ペンギンが歩いていきますよね。これを一枚一枚描いていくっていうのはさっきと同じようにやはりすごく大変なことですよね、だけどもこの途中の画像をコンピューターが自動的に描いてくれる、そういったのが、あるんですね。ですから今日はそれをやってみたいと思います、じゃあ早速2人で簡単アニメを作ってみようか。アニメーションを作成するためのソフトは画像処理ソフトとよく似ています。作成画面はイラストや写真を配置する画用紙にあたるところです。画像処理ソフトと同じようにツールバーの筆や図形ツールなどを選択してイラストを描くこともできます。画像処理ソフトと大きく違うのはこのタイムラインです。タイムラインは時間の流れを表しています。例えば作成画面に1枚1枚少しずつ違う絵を描いていきます。タイムラインに1コマずつ画像が並びました。それを再生すると動きのある映像になるのです。絵を1枚ずつ描くの？そういうやり方もできるよね、こういうふうに
少しずつ変化を加えた絵をこういうふうに描いていくってやり方もあるけど、うん、でも絵はさあんまり得意じゃないんだよね。だよね。こういう時はこういうやり方もあるのよ。ファイルでまず新規を選びます、うん、で美佐子の写真を使ってちょっと作ってみようかなと思う、うん、じゃあこの写真を使おう、うん、はい、じゃあ美佐子の写真が入りました。はい、じゃあまず視点のポイントとして左上の方に美佐子の写真を持ってきて、うん、これを第一フレームの視点とします、うん、でモーショントゥインを作成を選んで、ここら辺かな、じゃあここら辺にキーフレームを挿入します、はい、でこれは終点っていうことになるから、うん、ここまで来た時点で写真が右下の方で止まってもらいたいから、右下の方に写真を持ってきます、うんうん、要するにこれが視点、うん、左上だね、そしてこれが終点、うんうんうん、右下、うん、でこれで再生を押すと、おー動いたでしょ、うん、すごいね。でもこれだとさ、うん、写真がただこうスーッと移動してるだけだからアニメっぽくない。確かにね、ちょっと物足りないよね、うん、そしたらさ今度はトリミングされたミサゴコを使ってみよっか。あ、うん、さっきと同じくファイルの新規で読み込みを選んで、うん、はい出てきました、うん、ちょっとミサコこれでかいかもねもう少しミサコ小さくしよっか。もっと小さすぎるかな、こんなもんかな。はい、じゃあさっき教えた通りやってみてください、美佐子が。はい、はい、じゃあまずどういうふうに移動させようか、美佐子を。じゃあここでいいの。そうだね、じゃあそっちの方にこの美佐子のトリミングされた写真を移動させて、ドラッグさせて、こう、そう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 、うん、じゃあそこが、うん、そこが視点っていうことになる、うん、なるね。でさっき僕がやったみたいに、うんうん、モーショントゥインを作成を選択して、うん、そして今度は終点を選んでもらいたいんだけど、うん、じゃあ二次を選択して、はい、じゃあキーフレームの挿入を選んでください。キーフレームの挿入、うんうん、でこれだと二重フレームが終点ってことになるから、うん、最終的にこの美佐子のトリミングされた写真がどこで止まってもらいたいかっていう位置まで写真を持ってきてください、うん、じゃあ最終的にそこ、うんうん、だからこれそこが終点ってことになるよね、うんうん、じゃあエンターキーを押してみて、はい、あ動いた、移動しました。これだと絵描かないでもだいぶアニメっぽくなったね。そうだね、うん、モーショントゥインは簡単にアニメーションを作ることができる機能です。作成のポイントはキーフレーム、視点と終点など動きの起点となるフレームをキーフレームと言います。2つのキーフレームの間の動きはモーショントゥインを作成すると自動的に作られます。そのため一枚一枚描かなくてもアニメーションを作ることができるのです。ちょっとこのままだと寂しいよね。そうだね、うん、なんか付け加えたいね、うん、そういう時はねレイヤーっていう機能を使うと便利なんだ。レイヤー、うん、挿入を選択して、うん、レイヤーっていうのを選ぶことによってレイヤー2ってのができたよね、うんうん、じゃあこっちになんか画像を読み込んでみようか。このイラストの中からじゃあ美佐子に選んでもらおうかな。じゃあこの傘、傘、うん、じゃあ傘にしよう。で一番最初の視点を美佐子がこういうふうに傘を持ってるかのように、うん、ここにしとこっか。あ、でさっきと同じふうにモーショントゥインを作成するを選びます、うん、でこの最後の20フレームのところにキーフレームの挿入選んで、うん、そして最後に傘がそうだな、なんか落下するような感じで、うん、最後にここで止まるってどう、うん、ちょっとこれでやってみようか、うんうん、じゃあこれでちょっと再生してみます。おーバラバラに動いた。バラバラに動いてるでしょ、うん、2つのレイヤーがあってそれぞれが別の動きがあるってことだよね、うん、なるほどね、うん、面白い、うん、でもちょっと傘の動きがあまりにも、うん、ね、なんか物足りないさがあるよね。普通に上から下に落ちてくるだけだから、うん、もう少しちょっと動きを付け加えてみようか、うんうん、じゃあ傘の方はレイヤーの2だからレイヤーの2が選択されてるのを確認して、うん、じゃあ5フレームあたりに傘がじゃあ
ここら辺に移動して、うん、で10あたりにどうしようか、ここら辺に移動しようか、うん、じゃあ、うん、で最後はさっきと同じこれでもう一回再生してみよう、うん、あ、すごい、さっきより面白いでしょ、ちゃんとバラバラに動いてる、うん、はあ、ここまでできるといろんなことが考えられるね、できそうだね、そうだね、うん、でもやっぱりちょっと背景がないと寂しいね、うんうん、ちょっと背景も入れてみようか、うんうん、これもやっぱりレイヤーって機能使うの、へ、うん、さっき覚えてる、うん、挿入のレイヤー、そうで今回は3つ目だからレイヤー3って書いてあるよね、うん、じゃあこっちの方にさっきと同じ感覚でじゃあこのランド1っていうのを背景にしたいと思います、うん、はい、あれ、うん、消えちゃった、消えちゃった、これはね今3つレイヤーがあるでしょ、うん、で一番最後に入れたレイヤーが一番てっぺんになってるから、うん、その下にさっき作ったミサコのレイヤー1のミサコとレイヤー2の傘が隠れちゃってるってことなんだ、うんうんうん、だからこのレイヤーを一番下に移動したい、うん、それそうするにはこのレイヤー3を選択して一番下にドラッグすると、うん、裏出てきた、あ、ほんとだ、これだけで変えられるんだ、これだけで変えられる、うん、すごい、再生してみようかじゃあ、うん、へえ、面白い ね、やっぱ背景があった方がね面白いね、うん、だいぶアニメっぽくなったね、うん、あ、すごい、先生どうですか、はい、なかなかよくできましたね、うん、そこで、ここでレイヤーについて少し説明をしてみましょう、今ここにミサコさんの写真があります。パソコンではこのようにミサコさんの写真をこう横に移動したわけですよね、うん、ここで、傘の画像を同じレイヤーに貼り付けたとするとやはり同じレイヤーにいますから同じ動きをしてしまうと、うん、そこでミサコさんの写真は一つのレイヤーにしておいて傘のレイヤーを別に持ち込みます。そうしてこう重ねて表示すると、このように別の動きができるわけですね。美佐子さんの写真は 横に動いて傘は縦に置くことができる、うん、そしてさらにここにですね先ほどコリンさんがやったように背景のレイヤーを重ねますと、背景を元に美佐子さんの写真がこう動いて傘の写真が動くと、うん、このように異なった動きができるわけですね。なるほど ね、例えばこれは、情報 A の番組タイトルですね、うん、2人が元気に映ってますが、はい、うん、実はこれもアニメーションですね、うんうん、ほら今こうやって下にタイムラインという時間の経過がこの横で見ていきますけども、うん、ずっと縦にレイヤーが並んでますがちょっと下まで見てみるとだいたい35枚くらいのレイヤーがここに存在するんですね、うん、そうですね、全部レイヤーだってことですよね。そうですね、そうして、時間の経過によって、うん、この表示するレイヤーの場面になるとこのように帯が出てますね。ですからこの例えば1番のレイヤーが出てくるこのレイヤーを表示するときっていうのはちょうどこの辺りに出てくるという形になってこの20秒を過ぎたあたりで、うん、そのレイヤーがもう使われなくなっていくと表示されないという形になってるわけですね、うん、これもやっぱりたくさんのレイヤーを重ねて作られてるってことですよね、うん、まさにこれは ね職人技ですね、うん、2つ目のテーマ簡単アニメを作ってみようでした。教えてコリン。ねえコリン、うん、レイヤーって聞き慣れない言葉よね。そう、レイヤーは層とか積み重ねるっていう意味。ああ、こういうことか。うん、じゃあ、レイヤーオブエルフは？ん？今なんて言ったの？地球の層で、地層。ああ、なるほど。オーゾンレイヤー。オゾン層？そう。ああ、最近どうなんでしょうね。でさ、これもレイヤー？レイヤーカード。三つ目のテーマはウェブアニメーションです。
このようにパソコンで作ったアニメーションはウェブページなどにはたくさん使われてるんですよ。美佐子さんもよく目にするでしょう。そうですね。よくさ、トップのバナーが動いたり、ウェブ全体がアニメーションでできてたりするよね。あるね。あのようにウェブページで使われるアニメーションには一つ特徴があるんですよ。なんだろう。VTR を見てみましょう。キーワードはインタラクティブ。アニメーション制作の現場、コンピューターアニメ編。これはインターネットで発表されているアニメーションです。不思議な動物たちのキャラクターが活躍するほのぼのとしたストーリーです。この作品を制作しているのはアニメーション作家の井上由紀子さんと秋元きつねさんです。秋元さんと井上さんはアニメーション作成ソフトを使ってイラストを描き、それを動かします。キャラクターごとにレイヤーを設定して、それぞれに異なった動きをつけていきます。二人はすべての作業をパソコンで行います。パソコンの利点はどんなところにあるのでしょう。そうですね、まず色が綺麗っていうのがあって、それと撮影をしなくていい、それとアニメーションをこう描いてて動きを何度でもすぐにチェックできるっていうあたりが一番やっぱりいいですね。パソコンで作るアニメーションの特徴はインタラクティブ性です。カーソルを合わせるとイラストが動くページは見たことがありますね。このようなインタラクティブ性を持たせるためには、スクリプトというプログラムをアニメーションに加えます。プログラムを加えることによって、アニメーションの途中で一度止まったり、クリックすると別のシーンに飛んだりする設定もできます。これを応用すれば、マウスでキャラクターの動きをコントロールするようなゲームを作ることもできます。インタラクティブ性はアニメーションに大きな可能性をもたらしています。インタラクティブ性。それではちょっと2人で先ほど作ってくれた作品がありますよね、はい、これにちょっとプログラムをちょっと加えてみましょう、はい、面白そう、はい、今こう2人が作ってくれたアニメーションはこのように動いてますよね、はい、そこで、1つここにレイヤーを追加します、はいはい、そしてここにですね、あるコマンドを入れます。ここでこれ以上その進まないようにというコマンドを入れるんです、まあ、おまじないみたいなものですが、はいはい、これでストップをかけるんですね。そうすると、今、このアニメーションが始めるときに必ず1番フレームの1番に行きますけども、ここでストップがかかるわけです。これ以上進まなくなっちゃうんです。進まなくなると次のフレームに行かないですよね、はい、そうするとアニメーションができないんですが、そこで今度はボタンを押すと次のアニメーションを始めるようにというものをに変えてみましょう。そのボタンをこう配置してみます、はい、そうするとここに入りました。そうしましたら今度はこのボタンに対してこのボタンを押されると、今度はアニメーションをどんどん流しなさいと、再生しなさいという命令を与えてやるわけですね。そうすると、まずどうするかというと、このマウスが押されて離れた時ということで、オンリリースというコマンドを入れて、その後に、Go to 次のフレームに行きなさいと。で、これは1で止まってますので、ここをよいしょ2と
というふうに設定します。これでこのボタンの設定は完了なわけです。じゃあこれを再生してみましょう。はい、はい、拡大してみます。今1で止まってますね、はい、このままです。これも実際ですと本当はねアニメーション再生してないといけないんだけど止まってますね、うん、でここに今マウスでボタンをクリックします。そうすると再生を始めていくと。なるほど。先生これタイムラインのどこかに飛ぶように設定すればいいってことですか。そうですね。ですから今は、ここにあるように2と書きましたよね。だからこれが2番なんです。じゃあこれを例えば5とか10とかってやればフレームの方から方、はい、移動するということですね。じゃあ美佐子さん操作してみますか。はい、こっち来た。クリック。おー動いた。そうすると20番のさっきのフレームまで行ってまた元に戻るわけですね。すごい。自分でコントロールできるっていう意味ではいいですよね。そうですね。勝手にずっと動いてんじゃなくて、でもなんかちょっと自分でやるにはこういろんなことができすぎてちゃんと考えないとやっぱ迷っちゃうけど。ただ今は次のフレームに進めだけですけども、いろんなところに飛ばすことによっていろんなボタンを配置できますよね。なるほど。そうするといろんなアニメーションが再生できるんですね。面白い。でもなんかすごいここまでやると上級者になった気分ですね。そうですね。スクリプトというかプログラムを書くと少し、難しいことした気分になる。レベルアップって感じですね。3つ目のテーマ、ウェブアニメーションでした。今日はアニメーションの仕組み、簡単アニメを作ってみよう、そしてウェブアニメーション、こちらの3つを勉強しました。今日はアニメーションの原理や技術的な面を中心に見てきましたよね。はい。でも実際私たちが作品、アニメーション作品を作るとなれば、こういった作業があるわけなんですね。ちょっと見てください。はい。まず自分で何を作るかアイデアをまず練りますよね。その頭の中にあるものを、紙に書いていきます。これは絵コンテですよね。スケッチを書いていこうというものですよね。でそれを具体的に、素材集め、それは写真を集めるとか、イラストを用意したり、そういった、あとは音の素材ですね、そういったものを集めるっていうのがありますよね。そして最終的に、コンピューターを使って、それをまとめると、こういったオーサリングという作業があるわけですね。やっぱり名刺作りやウェブページ作りと基本のこの流れは同じですね。確かに実際に自分で物を作る、制作するっていうのはやはり自分でアイデアをしっかりと形にしていかなきゃいけないので、パソコンに向かう前にしっかりと自分でやることを整理しておくことですね。アニメーション作りはとても楽しいので、興味のある人はぜひとも取り組んでほしいですね。はい、先生今日はありがとうございました。タイムライン、いろいろ勉強したね。僕もアニメ映画作ってみようか。どんなの作るの。やっぱりね、格闘技。おー強そう。自分のキャラクター作ればいいじゃん。自分アニメにして。そう、あ、それ面白いかも。なんかさ、コリンの必殺技とか作ってさ、みんな倒しちゃうんでしょ。飛んだりさ、なんかすごいそれ